野口正人は、日本の実業家。株式会社、プルータスコンサルティング代表取締役社長。京都大学経営管理大学院特命教授。岐阜県出身。京都大学経済学部卒業。水穂銀行、JP モルガンチェイス銀行や、ゴールドマンサックス証券にて、通貨オプションの設計に携わり、その間にユーロマネー氏によるアンケートにて最優秀。 デリバティブセールスに3度選ばれる。2004年に独立系のファイナンシャルアドバイザリー会社である株式会社プルータスコンサルティングを設立。京都大学経営管理大学院の特命教授。ABC マート社長の野口実は実定。旧金棒株式買取価格決定申請事件においてプルータスコンサルティングが東京地裁から 鑑定法助人として移植を受け DCF 法により一株360円という鑑定を行った。上記の鑑定の際に日本市場における株式リスクプレミアムの数値について様々な論議があった。株式リスクプレミアムは算定する際、より長い期間のヒストリカルデータを用いることがふさわしいことからプルータスコンサルティングは イベトーソンアソシエイツ社の1955年から2005年の統計データ8.5%を採用した。平成20年2月に日本経済新聞社から交換された砂川信行京都大学院教授らの教著による日本企業のコーポレートファイナンスでは何年間の平均値を参考にするかは実践的な問題である。投資銀行マンや証券アナリスト、 企業の財務担当者に話を聞くと、マーケットリスクプレミアムを5%前後に設定していることが多い。現場では過去30年から40年程度の平均値を参考にしているようだ。としている。しかし、ファイナンス理論の最も権威のある教科書であるリチャード・ブリーリース・スチュアート・マイヤーズ教著、プリンスプルズ・オブ・コーポレート・ファイナンスによると、 リスクプレミアムの計測については、株式の各年の収益率は非常に大きく変動するため、短い期間の平均をとっても意味のないものとなるからである。非常に長期にあたる収益率を検証することによってのみ何らかの洞察を得ることができるものと思われる。としている。非常に長期にあたる収益率を検証した株式リスクプレミアムとしては、以下の数値がある。 日本経済のリスクプレミアムでは1900年から2004年の105年間の平均として5.6%を記載している。また、証券市場の真実 -101 年間の目撃録では1900年から2000年の101年間の平均として6.2%を記載している。プルータスコンサルティングが評価を行ったオートバックスセブンの 転換社債型新株予約権付謝社債について、平成19年11月7日、英国シルチェスター、インターナショナルインベスターズ社は、東京地裁に発行差し止め仮処分命令の申し立てをした。しかし翌週の平成19年11月12日、プルータスコンサルティングの算定結果に不合理な点は、ないという東京地裁の判決に至り、 エクイティファイナンスに関する差し止め請求事案において発行者側の主張が通った初の事例となった。株式会社優先が連結し会社であった株式会社インテリジェンスを株式交換により完全公会社とするに際し株式会社インテリジェンスの反対株主からの株式買取価格が裁判にて争われた事例において プルータス・コンサルティングが株式会社インテリジェンスからの依頼を受け、株式交換比率の前提となる株式価値の算定を実施。本株式交換に際しては、第三者算定機関が提出した算定書を参考として、株式交換比率が決定されたが、その後、反対株主からの株式買取価格が東京地裁で争われるに際して、 当該算定書の証拠資料としての提出が、主否義務等の理由により当該第三者、算定機関により拒絶される。そこで、東京交際での広告審においては、当該算定書において用いられたものと同様の資料に基づき、当社が株式交換比率を算定することにより、すでに決定された株式交換比率の公正性を明らかにするという手法が取られた。 算定書の提出を受けた東京高裁は、同算定書の算定結果が信頼できないものであるということはできないとして、算定された株式交換比率の客観性、合理性を認め、株式会社インテリジェンスの主張を一部引用する決定を下している。トランスコスモス株式会社が連結子会社であったダブルクリック株式会社を株式交換により完全子会社化した上で、 九州合併する一連の取引に際して、プルータスコンサルティングが、ダブルクリック株式会社の移植を受け、第三者算定機関として、株式交換比率を算定するとともに、財務的検知から公正である旨の意見書を提出。本件取引においては、トランスコスモス株式会社が、ダブルクリック株式会社の発行済み株式の60.7%を有しており、 外形上利益相反の生じる余地があったため、公正性を担保する観点から、株式交換比率の算定とともに、フェアネスオピニオンの提出が要請されたものだった。その後、ダブルクリック株式会社を吸収合併したトランスコスモス株式会社と、旧ダブルクリックの反対株主との間で争われた、株式買取価格決定申し立て事件では、東京地裁は、 フェアネスオピニオンの取得を含む一連の利益、相反回避措置が実施されたことを理由に、透明性の高い手続きによって行われたと認定し、会社側の主張を認める決定を下す。現行の実務において、フェアネスオピニオンが取得される例は多くなく、少数株主保護の検知から、親子会社間の組織再編など利益相反関係が存在する取引では、第三者により、 財務的検知から公正性を検証された価格で取引を実行する実務の定着が望まれるところであり、本件取引はその先駆けになるものとして専門誌でも注目された。トヨタ自動車株式会社が発行登録を行った第1回 A 型種類株式についてプルータスコンサルティングがトヨタ自動車株式会社より第三者評価機関の移植を受け、 公正価値の算定を実施した。AA 型種類株式の商品性 AA 型種類株式には議決権が付与されており、1単元以上の AA 型種類株式を有する株主は株主総会において普通株主と同様に議決権を行使することができ、また株主としてのその他の権利を行使することができます。また AA 型種類株式は発行から おおむね5年程度を経過する日以降、毎年の特定の時期に A 型種類株主の選択により A 型種類株式を普通株式に転換することができます。さらに A 型種類株式の発行価格は発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における普通株式の普通取引の終わり値に対して120%以上の水準で決定される予定であり、 普通株式による資金調達に比べて普通株主の議決権が希薄化することを抑制することができます。A 型種類株式には上渡制限が付されており、かつ発行からおおむね5年程度の間普通株式への転換ができないことを考慮し、5年程度を経過する日以降の普通株式への転換請求が可能となる期間中、A 型種類株主は金銭と引き換えに、 A 型種類株式の取得請求をすることができます。シャープ株式会社、東証6753が、大鳥会精密工業古墳有限講当宛に発行する第三者割当による C 種種類株式の構成価値の算定を実施。ソフトバンク株式会社がい,いアクセス株式会社を株式交換、完全子会社とする株式交換を実施するにあたり、 プルータス・コンサルティングがソフトバンク株式会社より第三者算定機関としての移植を受け株式交換比率の算定を実施。本株式交換はソフトバンク株式会社の連結子会社であるソフトバンクモバイルといいアクセス株式会社と業務提携を通じた一両者が保有する移動体通信サービスのネットワークの相互活用に相互に提供するネットワークに係る 基地局ロケーションの効率的運用についての相互協力3-1よび2による営業力の強化、携帯端末の調達単価の低減、バックボーンネットワークの共用等のシナジーの創出を、機として行われたものである。株式会社ジュピターテレコムが株式非公開化手続きの一環として実施した全部、取得条項付け主流株式の取得に関し、少数株主から提起された。 株式取得価格申し立て事件において、プルータスコンサルティングが主として意見書の提出を通じ、株式会社ジュピターテレコムの主張支援。本事案では、全部取得条項付け種類株式の取得価格を、それに先立ち行われた普通株式の公開買付価格と同額に設定することの是非が争われましたが、最高裁判所は、株主側の主張を一部認めた東京地裁及び、 東京高裁の決定を覆し、公開買付け価格が適正であるとする会社側の主張を全面的に認める決定を下した。これは構造的な利益相反のある非公開化取引において、意思決定過程の恣位性を排除し、一般に公正と認められる手続きが取られた場合には、原則として取引当事者の定めた取引条件を尊重すべきであるという判断を、 最高裁判所が初めて示したものとして注目され、その後の M&A 実務や価格決定手続きにも多大な影響を及ぼしている。株式会社東芝による上場市会社の完全子会社化の一環として行われる普通株式の公開買付にあたり、東芝プラントシステム株式会社及び西芝電機株式会社が公正製担保及び 利益相反回避のために設置した特別委員会のファイナンシャルアドバイザー及び第三者算定機関にプルータスコンサルティングが選任され株式価値の算定を実施するとともに公開買付価格の公正性に関する意見を提出買収者と対象会社の間に構造的な利益相反が生じる取引において対象会社の移植を受けた特別委員会が自ら ファイナンシャルアドバイザーを起用する実務は2019年6月に経済産業省から公表された公正な M&A のあり方に関する指針においても有効性の高い公正性担保措置の一つとして取り上げられた。ソニー株式会社によるソニーフィナンシャルホールディングス株式会社の完全公会社化の一環として行われる普通株式の公開買い付けにあたり、 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社が公正性担保及び利益相反回避のために設置した特別委員会のファイナンシャルアドバイザー及び第三者算定機関にプルータスコンサルティングが選任され株式価値の算定を実施するとともに公開買付価格の公正性に関する意見を提出日本電信電話株式会社による株式会社 NTT ドコモの完全子会社化の一環として行われる普通株式の公開買い付けにあたり株式会社 NTT ドコモが公正性担保及び利益相反回避のために設置した特別委員会のファイナンシャルアドバイザー及び第三者算定機関にプルータスコンサルティングが選任され株式価値の算定を実施するとともに公開買い付け価格の公正性に関する意見を 提出。ありがとうございます。